いやー、皆さんいかがお過ごしですか？ まだ前回収録から2日しか経ってませんが、2回目の収録です。前回も言いましたが、お盆に1週間休むためにこれを撮ってます。お盆分を前倒しで1回分撮るということですね。そういえば昨日ね、あれよ、函館市の10万円特別定額給付金の申請書が届いてましたので書きました。 で、なんかチェック欄がトラップだみたいなのがネットで話題になってましたが、いらないよっていうチェック欄があるんですよ。いらないよっていうチェック欄が。で、チェックしちゃうと多分出ないの。で、それより私がちょっと気になったのは、申請書がね、自治体によって体裁違うと思いますけど、函館市のは A3 で来てて、真ん中に切り取り線があるわけよ。で、それ切り取ると A4 サイズになるわよね。A4 サイズの返信用封筒に入れて送ればいいんだけど、返信用封筒に微妙に入んないの。三つ折りしても。返信用封筒はあのサイズよ。なんて言うんだ、あのサイズ。A4 が三つ折りすると入るやつよ、とにかく。で、入んないのよ、微妙に。なんかそこがちょっと腹が立ったので、三つ折りして今度もう一回横に半分に折ってやりました。身分証明書のコピーとさ、通帳の振込先の通帳のコピーも入れないといけないから。いやー、大変だ大変だ。じゃがじゃんって。じゃがじゃん。今日はね、全然しゃべることがないのよ。しゃべりたいこと、おとといほとんどしゃべっちゃったから。どれやる？あ、で、収録じゃない。昨日も編集しました。順調です、割と。昨日はかなり順調でした。だんだんやり方が分かってきたんだと思いますね。これで慣れていけばね、もういろんな動画作れると思うから、ほんと夢が広がりんぐですよ。夢が広がりんぐなんですよ、ほんと。もうシェンムー3の動画も作ってもいいだろうし、ニーヤの動画も作ってもいいだろうし。で、別にゲームに限らずさ、これ前も言ったけど、私三国志のことも喋れるし、法律のことも多少喋れるし、高校レベルの話だったらどんな教科のこともある程度喋れるから、多分予備校の授業みたいなのを上げてる YouTuber もいるじゃない。そういうのもできると思うし、なんかテーマ絞った方がいいのかな？それともいろいろやった方がいいのか。でも別に YouTube ってそんな、基本は自分の興味のあるジャンルのものを興味のある人が見るって感じだろうから、いろんなことに手つけてる YouTuber がいたとしても、興味ある内容であれば見るし、興味がない内容であれば見ないってだけだと思うからさ、別にいいんじゃない？多少というか、いろんなジャンルに手広げても、興味ある人は見てくれるだろうし、興味がない人は見ないと。そういうことでいいんじゃないかな。別にテレビと違ってさ、テレビと違うこともないんだろうけど、それはいいんじゃないかな。
まあいろいろやってみようと思いますが、予備校的な YouTube をやるとなると、多分顔は出す必要があって、でカメラも買う必要があって、なんか黒板とかホワイトボードみたいなのの前に立って、で固定カメラも置いといて、でその前で授業をするみたいな感じになるでしょうね。パワポでもいいのか、パワポでもいいだろうね。パワポ写しといて授業。パーポ？うん、パーポ。顔はまあ別に VTuber とかの技術はないでしょ、私。隠そうと思ったら、でも後でモザイクとかは大変だよね、編集が多分。だから撮影の時からもうお面みたいなのかぶっとくとか、それなら編集は一番楽でしょうが。顔を出すとなるとな、身だしなみは整えないといけないから、別にかお面かぶるにしろかぶらないにしろ、いわゆる清潔感ね、いわゆるいうところの清潔感はあった方がいいので、あんまりシワシワとかヨレヨレとかは印象は良くない。そりゃ変な格好、奇抜な格好でもいいですけど、清潔感がないのは良くない。それはさっきも言ったようなシワシワとかヨレヨレだからさ、まだ1本目の動画もできてないんだよ。本当に顔残用しちゃう。でもね、これはいい傾向だと思う。最近なんか性欲がすごいから、これはね、なんかエネルギーが満ちてきてるんだと思う。なんかいろいろやる気になってるんだと思うよ、この32にして。こう YouTube にね、希望を抱いてるから、今 YouTuber ってYouTube にすごいおんぶに抱っこの業態なんですけど、要は広告を取ってくるのを YouTube に任せてるってことですから、映像コンテンツだけ作って、そういう広告とか障害みたいな業務を YouTube に外部委託してるっていうことなんですよ、 YouTuber っていう業態は。要はだって、それ映像コンテンツを作る人と作る能力と広告を取ってくる能力、要は営業能力ですよね。営業能力とかって多分全然別のもんですから、両方できる人もいます。それはいます、いますけど、両方できる人は少数派ですし、両方できる人じゃないとそういうコンテンツ制作で飯が食っていけないというのは、なんかあれですから、あれってなんでしょう、あれで、そこを分けてくれるよって、広告はうちで取ってきてやるよっていう、そういうシステムなんですよ、簡単に言うと YouTuber って。テレビ局はさ、まあ担当してる人は違うかもしれないけど、広告も自分で取ってくるし、まあ代理店というのがいるので、代理店というものがいるので、ちょっと話はまたややこしいんですが、テレビ局はまあ代理店のことをあんまり考えないでおくと、広告は自分で取ってくるし、映像も自分で作るというのがテレビ局ですね。まあ広告取ってくる担当の従業員と映像コンテンツを作る担当の従業員は違うんでしょうけど、あのカガリ D とかめちゃイケから営業の方に移動したんだよね、確か。そういう移動もあるんだなとは思ったんですけど、まあ、あの移動はね、カガリさんはめちゃイケで顔が売れたので、営業で顔が売れてるって、これはものすごい武器ですから、
だからそういう狙いもあったんでしょうかね。かがりさん見たな。なんかね、うちの実家の近くに住んでたのよ。この話したかな。なんかコンビニ、うちの実家の近くのセブンイレブンで雑誌を立ち読みしているかがりさんを見ました。でで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 ー、違うな。なんかあるでしょ、ダウンタウンデラックスのスター目撃みたいなコーナーあったでしょ。全然コーナー名覚えてないや。スター目撃みたいなコーナーあったでしょ。でそのなんとかしている誰々を見ましたって浜田が言うのかな、あれ浜田だったかな、浜ちゃんが言うと、なんかお決まりの BGM と短めの BGM が流れるでしょ。それが全然思い出せない。でも今のカサスみたいな BGM だったと思う。ダダ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 、違うな。なんかね、3つなんだよ。ダダ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 ラーンみたいな3つなんですよ。とにかく3ブロックに分かれてる。これはここでいくらごちゃごちゃ言っても思い出せないから諦めます。はい、あー眠い眠い、急に眠い、急に眠い。ダメ、寝てはいかん寝てはいかん寝てはいかん。はい、でさ、皆さんさ、10分なのね。まだ。だからもうこの話のストックを見てもしょうもないのしか残ってないんだけど、アンパンマンのエンディングのやつ、アンパンマンのエンディングあるでしょ。あの曲名、曲のタイトルは正確には思い出せないが、アンパンマンは君さじゃなくて、あれ、雪の鈴がリンリンリンってやつ、不思議な冒険ルンルンルン、アンパン、食パン、カレーパン、ジャムバターチーズ、ダンダンダン。この後、この後、うん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 、ふんふんふん。この後の歌詞が全然思い出せないね。なんだっけ、優しい顔したドキンちゃんっていうのあった気がする。ちょっと待って、これ全然思い出せないから調べちゃうよ。調べちゃうからね。ゆうきりんりんという曲名ですね。ゆうきりんりんじゃないじゃん。ゆうきりんりんじゃないよ。どれだ、エンディングじゃないのかな。エンディングじゃないのか、もしかして。どうなの、なんて歌、ドリーミングユキリンリン。うん、待って、ユキリンリンで合ってない。勇気りんりんで合ってない、合ってるんじゃない、合ってるよ。勇気りんりんで合ってるじゃないか。ルンルンかわいいおむすびまん、ゴシゴシ磨くよ
歯磨きマン、目玉がランラン、バイキンマン、それいけ僕らのアンパンマン。タカタカタッ、これです、これです、ここです、思い出せました。これで遊んでみようっていうゲームなんですが、ここの歌詞の構造を見ると、まず、特徴を言って、あと人名、キャラクター名を言うわけですね。ルンルンかわいいおむすびマン、ゴシゴシ磨くよ歯磨きマン、ルンルンかわいいが特徴で、おむすびマンがそこに当てはまるキャラクターの名前と。特徴を適当に歌う、適当に歌って、もうアドリブでそれに当てはまる何かを考えさせるというゲームです。メガネが似合うよ、はいって、これでもう振る、ノータイムで振る、でノータイムで歌ってもらう。メガネが似合うといえば誰だろうな。ほら、もう出てこないもん、これ一人でやるもんじゃないんだよ。だからメガネが似合うよ、佐野史郎、巨乳がすごいの、加納美香、こんな感じ、こんな感じ。鼻炎がひどいの、松野明美、それいけ僕らの全自北京、こういう感じ、こういう感じです。最後はそれいけ僕らのにしてください。タカタカタッタラッタラタッ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 タ。これは難しいな、すごい難しい。だいたい一人でやるもんじゃないんだって。さっきも言ったでしょう、言ったでしょう、言ったでしょう。レジでブチ切れ、高橋克実、ジャガジャガジャ。傘を持たない瀬川栄子、神社でお参り、おっとけー、だいたい歌えないしな、名前のところが歌えないね。名前とおむすびマンだから五音節なんですよ、名前のとこ。五音節で済む人名なかなかないぞ。佐野史郎と加納美香は入ったけどさ、短めにして、だいたい6、7あるんだから人名の音節って。5音節で入る人、佐野史郎、加納美香、まどかひろしは入らない。死を、死から母音取り除けば入るけどね。まどかひろしって言えばいない。瀬古利彦入らないな。だから名字を2音節か3音節にしないとね。瀬古、瀬古とか瀬戸でもいいね。瀬尾浩二、瀬尾浩二漫画家やないか。浩二でいいんだっけ、わからない。あの瀬戸の花嫁じゃないよ、瀬戸の花嫁じゃない。なんだっけ、あのマガジンだよね、確か。少年マガジンで連載してたあの恋愛漫画。五等分の花嫁じゃないって。もっと前のだって。スクールランブルでもないって。スクールランブルと同じ時期に連載してたけどさ、確か。あったでしょ。全然タイトルが思い出せない。なんかアダルトビデオみたいなタイトルだった。こういうタイトルの AV あるよねみたいなタイトルだったと思う。全然思い出せないから調べちゃうぞ。瀬尾浩二でいいんだっけ、大体。瀬尾浩二でいいんだね。
これだ。読めない。鈴鹿。涼しい風と書いて鈴鹿。鈴鹿はこれヒロインの名前じゃないっけ。ほらそうだよ。アダルトビデオっぽくあんまりなかったね。女優っぽいんだね。ダカダカダッタラッタラタッ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 て、なんだっけ、何の話をしてたかというと、ちょっと戻して戻して巻き戻してって、鈴鹿アダルトビデオ瀬尾浩二、あそうだ、ご音節瀬尾浩二、瀬尾浩二、鈴鹿、鈴鹿か、ちゃんと読んだことないや。漫画を連載、瀬尾浩二、いっぱいいるわ、他にいっぱいいるわ。ご音節の人、ご音節の漫画家いるだろう。誰だ、ゆで卵か。あれは二人組なんだ。漫画を連載、ゆで卵、いそうだよね、でもアンパンマンに。ゆで卵って。僕の顔を食べって言ってくるゆで卵。いるよ、絶対。でマイナーチェンジでね、生卵とかも出てくるんだぜ。あと、温泉卵とかさ、ポーチドエッグとか出てくるぜ、絶対。目玉焼きも、スクランブルも。出てくるぜ、絶対。オムレツも。あとあれでしょ、いろいろ卵料理、卵豆腐、ごま豆腐、よし、ご本節の漫画家、パッ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 パ、庵野もよこ、違うな、ピッ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 、あのゆで卵みたいなユニットじゃなくて、ピンの漫画家で、ご本節で、できれば名字名前両方ある人がいい、ペンネーム的なやつじゃなくて、なんだ、三田紀房、惜しいな、惜しい惜しい惜しい、あ、刈谷哲、刈谷哲原作者だ、原作者だ、刈谷哲は惜しいな、さっきから惜しいんだよ、いるでしょう、なんか、鳥山明、ダメだね。小田栄一郎、違うよ。桂正和、違うな。大友克洋、ダメだ。全然ダメだ。ダメだ。手塚治虫。手塚治虫ね。赤塚不二夫、不二夫、眠くなってきた。あいつはあいつ、久米田浩二、ああ六だ、カオジって言えば、うん、やめておこう。難しいな、難しい。漫画を連載、日の日でし、あ、いいのが出たね、いいのが出た、日の日でし、いいな、伊藤潤二、伊藤潤二は違う、よし、日の日でしでいきましょう。満足しました。このゲームもう先がないので、あとは皆さんでやってくださいと言ってたらもうあと5分なんですね。いやー、今週はいつも以上に中身がないですね。これ毎週やるからなんですよ、ほんと。たまに休んでいいのよ。毎週やるからさ、たまに中身のない回もあるでしょ。毎回ないですか？そうですか？そうですか？
ああいうこと言うと私のモチベーションが下がってさ、ますます中身がなくなっていくのよ。もっとこう、アゲアゲエブリナイトしてくれないと。モテモテさんでないと。本当にもうこれはやめます。脱いだらすごいの、ヒノキでし。やっぱダメだな。ダメですね。前科が三般、ヒノキでし。ダメだな、ダメだ。日野先生、そんなことないですから、多分ないですから。調べてないので、正確なこと何にも言えないですけど、多分そんなことないですから。安心してください、皆さん。原稿が遅いよ、日野。今のダメじゃ、完全に日野先生を狙い撃ちしたじゃん、今の最初の振りは。原稿が遅いよ。ダメだよ、そんなの。密です。カタール監督やってたフランス人は？メツです。さあ、あと3分半ですが、すっかりやんなくなったカラオケカルタっていうのがありましたね。もう飽きたんですね、私。もう飽きるってダメだよね、多分。プロだったらね。でも受けるんだったら自分飽きててもやんないといけないんですよ、プロは。特にさんまちゃんとかさ、そういうことうるさくてさ、宮迫にさ、もうやんなくなってた宮迫ですのギャグを自分の番組ではやらせたみたいな話があるじゃない。そういう人なのよ。で、宮迫ですがウケるからやらせたわけじゃないと思うけどな。なんかそういう道具になるからやらせたんじゃない？笑いの一つの武器というか、道具というか、ワンパターンじゃなくて、一つのお決まりのパターンとして使えるから、やっとけってことだよね。まあ、受けなくても、とりあえず振りとしてやっとけと、後で使うからみたいな。そういうことじゃないかしら。次は何なの？次は G らしいんですよ。G。しかも、地に点々の方の G なんですよ。そんな日本語ないもの。地に点々の G よ。もともと、地と読んでるものに濁点がつくときにこれ使うのよ、この G は。もともと血と読んでるもの。例えば血液、ブラッドの血ですね。それに点々がつくというと鼻血ですよ、鼻血。鼻血。あとあるかな？鼻血の他に。ないんじゃないか。他になんかどっかから出てくる血のことをそういう名前で言うかしら。血字とか言わないじゃない。言わないよ、へそ字とかさ。ないんだよ。もう図に行きますけど、図に点々の図もないよ。これもともと図と呼んでるものに濁点がつくから、図に点々になるんですよ。例えばなんだ。これはあるよ。多分地名であるよ。構図ね。構図ちょっとマイナーすぎる、構図は。もうちょっとあるだろう。もうちょっと有名なつなんとかっていう地名、全国津々浦々にありますからねって、ここでまたつって言っちゃったけどね、津々浦々で。そういう意味ですよ、津々浦々。津って港のことですから。富津、君津、大津、魚津ね、米騒動の魚津。いいね、米騒動の魚津。構図よりは有名だと思うね。と言ってる間に、もうすぐお別れのお時間です。あと10秒ほどですが、あと10秒ほどで締めようと思うんですが、
レイとご飯はチンしよう。ダメだ、やっぱり。これお題を事前に何個も考えといて、で知らんやつに振るっていう、そういうゲームだな。ここで一人でやるもんではないね、やっぱり。というあたりで今日は終わりにします。じゃあ皆さん、さようなら。また会う日まで。